の角度は30度、どうもゆきりぬです。はい、ということで今日はですね、なんと私の大好きなサイゼリアがですね、 SNS でめちゃくちゃバズってたんですよ。それがこちら、サイゼリアの食材、こう辛味チキンとか、あとモッツァレラチーズとかあるじゃないですか。そういうのが店頭でね、販売されるようになったらしいんですよ。今試作段階らしくて、一部の地域でしか売ってないみたいなんですけれども、なんで今日はですね、こちらを購入して実際にお家でサイゼ食べ放題パーティーを開催していきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということで買って参りました。じゃじゃーん、こちらです。ちょっと袋がね、破れちゃったんですけど、店頭でね、購入できる分は全て購入して参りました。で、一応販売店舗の方なんですけど、東京と神奈川はないらしいです。関東だと、近いのだと、千葉で売ってるらしくて、こちらのね、店舗で販売されております。はい、じゃあね、早速中身を紹介していきたいと思います。まずはこちら、オリーブオイル、サイゼリアドレッシング、病みつきスパイス、唐辛子フレーク、サイゼリアのプリン9個、モッツァレラチーズ、ティラミス、ヘーゼルナッツの、なんか、辛味チキーンです。以上、1,2,3,4,5,6,7,8,9。9点がですね、一応店頭で買えるものになっております。やったー！はい、そしたらですね、早速調理していきたいと思います。トゥットゥルー。めっちゃ楽しみ、辛味チキン、イエイ。まあ、でも全部解凍したらマジで食べきれないんで、数は選んでいきたいと思うんですけど、でもいつも4個入りなんですよ。それが40個もあるから10ピースぐらい食べれるってことだよね。どうしよう、何個食べちゃう。7個ぐらいでいいんじゃない。でもいいよね、こうやって自分でさ、好きな数決めてさ、食べれんだもん、これ超いいよ。はい、オーブンに入れて、でその間パスタを茹でていきたいと思います。いいよね、誰もいないから気にせずニンニクをいっぱい入れれるよ。いい感じですね、お肉も入って美味しそうでございます。オッケー。続いて普通に買ったトマトを盛り付けて、このモッツァレラチーズを、待って、めっちゃ美味しそう。あ、こぼれた。はい、そしたらここにオリーブオイルをかけていきます。もう小道ちょっとかければ、これで完成です。あと残るこちらですね。あ、めっちゃ美味しそうじゃん。じゃじゃーん、辛味チキンの完成です。めっちゃ美味しそう。焼いただけだけどね、私は。はい、ということでおうちサイゼリアの完成です。イエーイ。じゃじゃーん、まずはこちらです。パスタ、そしてカプレーゼと辛味チキンでございます。はい、ということで早速いただきたいと思います。はい、それじゃあいただきます。今日はね、コーラの代わりにこちらの炭酸水でいきたいと思います。すごいイタリアンって感じじゃないですか、こういう炭酸水があるお店って。じゃあ乾杯。あ、早速パスタから食べますか。うん、いい感じ。なんかね、この唐辛子フレーク美味しいんですよね。私結構好きなんだけど、自分家だとね、こういう好きなベーコンとかトッピングできるからめちゃめちゃいいですね。美味しい。じゃあ続いてこちらの辛味チキンをいただきたいと思います。これ家で食べれるって相当よね。いただきます。はい、美味しい。冷凍とも思えないぐらいめっちゃジューシーなんだよね、これ。家から一歩も出ずにサイゼ行けるって最高だな。はい、そしたら続いてはこちらの病みつきスパイスをかけて、この辛味チキンを食べていきたいと思います。これは絶対に美味しい。このやばい粉をですね、ここにかけさせていただきます。あー、香りがいい、この病みつきスパイス。こんな感じでね、たくさんつけたので、いただきます。めっちゃうま。香りが格段に良くなりますね。これは病みつきですね。うん。いや、これ絶対パスタも美味しいでしょ。オリーブオイルとも相性いいですね。これはやばい粉です。これかけたら何でも美味しくなるよ。そしたらカプレーゼもいただきます。モッツァレラチーズ美味しいです。おそらくヨーロッパから来たであろうモッツァレラチーズなんで、スーパーのモッツァレラチーズよりもいいやつなんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。小エビのカクテルサラダもいただきます。
うん、小エビのカクテルサラダ大好きなんですよ。そうだから嬉しい、食べれて。早いもんですよ。もうあと残りはですね、この辛味チキン2ピースのみとなりました。あれがね欲しいな、あの若鶏のグリルのディアボラ風にかかってるあの玉ねぎかなんかのソース、あれもぜひよかったらお願いします。7ピースもあったのに全部食べたんだけど。はい、ということで、お食事編に関してはごちそうさまでございます。はい、そしたらですね、次今度デザートを食べていきたいと思います。はい、ということで続いてはもうこれごと持ってきましたよ、デザートセット。プリン、プリン、なんかこっちですね、このヘーゼルナッツってやつ、ちょっと初めて食べるんだよな、これすごい気になる。ティラミス、じゃじゃーん、ドーンバーンって感じでね、これをこれで食べたいと思います。いただきます。うわー、すごい、見て、あ、美味しそう、見て美味しそう。いただきます。うまい。ちなみに私ね、ティラミスを15年ぶりぐらいに食べてる。それぐらいいつもミルクジェラートしか食べてなかったんですよ。なんかいいね、甘すぎなくていいですね。この絵がやりたすぎて。多分今日はね、これ全部食べれないと思うんですけど、まあ半分ぐらい残して別の日に食べたいと思います。続いてプリンも食べたいと思います。よいしょ。ダメだ。口が結構ティラミスだった。うん、美味しい。結構もっとがっつりどれも私甘いんだと思ってたんですけど、卵強めな感じ。結構これもペロッと食べちゃいますね。サイゼのデザート魔力なんだが。最後このヘーゼルナッツ食べたいと思います。これもね気になる、初めて食べる。ちょっとなんか高級そうで、いただきます。めっちゃナッツ。アメリカのお菓子って感じ？いやでもこれはね、あの好きな人めっちゃ好きです。あのスニッカーズが好きな人は絶対に好き。クリーム感がしっかりとあって、で、ナッツの風味が強めなんで、なんかアメリカのお菓子っぽいのかもしれない。9個入ってんだけど、これはマジで9個は私いけないかもしれない。ちょっと過去チンにあげようかな。はい、ということでね、ちょっとお腹いっぱいになってこの辺までしか食べれなかったんですけれども、残りは明日とかね、食べて、行きたいと思います。あーでも食べたなー、今日めっちゃ食べたわ。で今回これがあの好評だったらいろんな店舗さんにもね出るらしいので、あのぜひ皆さん買ってください。東京と神奈川にもねきっと販売店舗がね出るはずなんで、あのよろしくお願いします。この動画を見た方はあのぜひ、はい、あのいっぱいあるんで試してみてください。ということでごちそうさまでした。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、あ、こんなのがあるんだとか、あ、すごい美味しそうだな、サイズ行きたいなって思ってくれたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。いや、マジいいよ、これ、ほんとに。いや、マジいいから、あの、みんなね、ぜひ、買おう。サイゼ行ったら、買おう。じゃあ。